はい、どうも。今日もですね、ライブアフターをやっていきたいと思います。春節イベントの大移動祝典。これで、プレゼントをね、送ることができるんですよね。不特定多数の人に。これは何人の人にあげられるのかな？ちょっとまずは自分のタンスの中開けて、いらないものかな？いらないものをプレゼントしてあげようかなと思います。自分がちょいと今、持て余してる。タイアルミ合金とかポリエステルかな、高分子コーディングもあげれるかな。どうだろう、これってあげれるのかな。とりあえずこれだったら別に今余ってるんであげてもいいですよね。さあちょっと見ていこうか。スプリング無理、スプリング無理、スプリング無理。柏、まさかだけど柏を求める人いたんだ。さあ、遠赤、武器パーツ、武器パーツ、鋼、あげられない、武器パーツ、武器パーツ、鋼、スプリング、鋼、スプリング無理です、鋼、これだね、これ、さあ、この方に硬いアルミ合金をプレゼントしちゃいましょうか。協力して実現させる。はい。じゃあ、私がプレゼントしますよ。はい。喜んでくれたでしょうか。さあ、どんどん見ていこう。あげれるものちょっと限られてるけど、はい、また硬いアルミ合金プレゼントしようか。今14個持ってるからね。はい、じゃあ、協力して実現させる。はい、どうぞ。あ、また硬 いアルミ合金、サンタになりかけてます。はい、あげます。さあどうだ、さあどうだ、他にいるか。さあ、硬い硬いアルミ合金。お返しにバレンタインチョコあげます。本当か？お、あげた。あれ？1個あげたけど。明日来てください。あ、願い事1日3回までなんだ。はあ、悪い。ごめん。チョコもらえないわ。ごめん。許して。そして今、ダイレクトメールが来てるね。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、一応こちらからも返信したおこがね、よか、どういたしましてで、ね、いたしまして、おいた。じゃあこっち、もう一名の方にね、どういたしましてと、はい。で、プレゼントは1日3回まで送れるらしいです。で、自分、以前ですね、この点灯イベントの時のこれ8個残してるんだよね。じゃあこれを使いに、ですね、レイブン氏のオベリスクに向かいたいと思います。じゃあ、オベリスクにバイクで向かいたいと思います。じゃあ、クエストやる必要もあるけど、まずはオベリスクに向かいます。あれ、ここでいいんですよね。あ、この人に話しかけて点灯をもらうと。よしよ。よし、OK。じゃあ自分も1個もらったんで、テントを使っていこう。ほい。これってどうすればいいんだろうな。テントに誘う。ちょっと近くの人に誘っちゃうわ。誰もいない。誰もいない。よかったら一緒に よかったら一緒にやりませんか。ああ、なんかそっち仲いいな。俺一人だけが 俺一人ぼっちか。おい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 。すごい寂しいんだけど。誰か、誰か、あ、人来た、人来た。あ、ちょっと誘っちゃおう、誘っちゃおう。千載一遇。もうちょっと近づかんとダメか。よかったらどう？よかったらどう？そう、乗っかって、乗っかって、やろう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 、やろうやろうやろう、そう、やろうやろうやろう 頼みます。やりましょう。さあ、来た、さあ、どうぞ、やりましょう、やりましょう。誰もいない。しょうがないんで、じゃあこれ、
分で勝手にやっちゃおっか。今欲しいもの、そうだね、今欲しいもの、ね、この前以前武器パーツくれた人いたんだけど、なんか申し訳が立たないよね。武器パーツこれ作るの大変だもんね。今かといってじゃあ欲しいものがあるかなと思った時にやっぱり武器パーツかな。はい、武器パーツ、ね、自分がこの店頭が誰か叶えてくれるのを私は気長に待っております。